設定日時を入力せよ。1964年8月24日。ロケーションは？ソビエト連邦領内チェリノヤルスク。任務は？潜入エージェントのサポートだ。目的は核兵器技術者の奪還。そのエージェントとは？あなたの教えの最も近い。了解。現時点での作戦進捗を述べよ。あなたの協力もあってエージェントはターゲットとの接触に成功。あとはリカバリーを待つだけだ。この後あなたが取るべき行動を推論せよ。そのエージェントから技術者を奪う。何のために？亡命の手土産にするため。なぜ亡命を？かつての戦友と特殊部隊を再興するため。違う。目的が知りたいんじゃない、理由を聞きたいの。祖国を裏切る理由を。アメリカを裏切るために亡命を決めたのではない。亡命を企てた結果祖国に背くことになったのだ。やはりここで回答に時間がかかる。推論選択の確信度が低いのか。西側の英雄であるあなたをソ連が信用する？核技術者に加えデイビー・クロケットを供与し、グルーの将校たちの関心を買う。そしてあなたは核を撃った。核を撃つ？私が？そうだ。ソ連領内へ向けて。核は血を凍らせる。明日を奪う。私が核を、人の生み出したカルマ、いや私のカルマなのか。私のミスが生み出したカルマ。私はアテンション。前向き推論を停止し、ナレッジベースとの照合を行え。レディー。照合完了。推論を修正する。技術者が開発した新型兵器を奪取後、私はデイビー・クロケットを兵器開発局へ向けて撃つ。前向き推論と後ろ向き推論とがコンフリクトしている。アテンション、前向き推論に戻れ。レディー。あなたの弟子は核技術者を奪い返しに来る。追い返す。彼は諦めない。仲間に倒させる。全員返り討ちにされる。そればかりか、あなたの亡命を受け入れたグルーの将校までがその弟子に倒される。新型核兵器とともに。あなたの取るべき行動は？私が彼と戦う。なぜ？将校が死んだ以上あなたがそのエージェントと戦う意味はない。逃げればいい。私は彼と戦わなければならない。理由がわからない。そもそもあなたほどの人がついていながら、なぜグルーの将校が倒されたの？彼を見捨てた。私は待っていた。ずっと。グルーから KGB に乗り換えればいい。残りのデイビー・クロケットを手土産に。あなたほどの英雄受け入れないはずがない。流されてゆけ。私はとどまるしかない。そんなことは聞いてない。推論の根拠を開示して私に真実を教えて。戦闘相手は政治によって決まる。なぜ答えてくれないの？これじゃまるであの男に殺されるために待ってたみたいじゃない。私は売国奴、祖国を裏切った。殺されて当然。あなたまでそんなことを。違うでしょ。あなたはそんな人じゃない。私を殺して。やめて、やめて。アテンション、推論を中止しなさい。どちらかが死に、どちらかが生きる。なぜ止まらないの？推論中止。綺麗でしょう。命の終わりは。強制停止。いつもここで推論が暴走する。やはり真実を解く鍵はあの男が握っているのか。あの男から聞き出さなくては。何としても。